さあやりますか。ユーマズメ。ユーマズメはどのタックルから準備されるんですか。いろいろあるんやけど、何でもできるんやけど、はい、ちょっと面白いものがね、ここにほら。これ。これは通称パックロットと言われるけど、パックロットではないね。パックロットではないんですか。これは小継ぎのアジングロットない。アジングロット。そうなん。アジングロット。ここ姉妹寸法なんぼ。これ40センチぐらいですね。だからキャリーバッグとかこんなに入るんですよ。僕はいつもこれに持ってこれで移動しとるんです。でこのまんまで釣りができるんです。これはもう普通のパックロッドというのはやっぱりちょっと遊びの延長線上みたいな形で五目釣りみたいな竿やんが多いと思うんですね。だから本格的にアジングしようもちょっとしんどい部分があると思うから、これはそうじゃないんです。そのパックロッドの目的で作ったんちゃうね。アジングができるロッド、要するにアジングロッドを作ってて、ちょっと割ったら面白いんちゃうかいなということで4本継ぎにしただけ、ね、だから2本継ぎが4本継ぎになってるだけで全然変わらない。で感度も変わらない。本当にアジングロッドとして十分通用するんで、僕が今メインに使ってるロッドはこれです。でこれで日本国中海外も含めて行き回ってます。5フィート6インチ。5フィート6インチ、うん、こここのまんま。でこれライジャケあるよ。でライジャケにもいっぱいついとんねん。これ見て、もうなんでこんなつけないかんで、商品の見本市でしょ。こういうふうにね、こうリーダーケースがこうついとる。こうリーダーがちゃんとこう3つ入るようになっとるんですね。これ便利なんですよ。でここに5ミリラインが入ってますけど、こういう風にラインが引っかかるんですね。だからすごい便利です。出てこないんで、ね、こういうやつで、ここにベルトストッパー、余分な部分を全部回収する。どんだけついとんねんって話ですね。ほんでここにこれちゃんとこう HM グリップをつけた時に、この元のやつが見えへんけど、この元のベルトやとぐちゃぐちゃになるよね。でそれが嫌やから、こう補強のやつね、こういう風にした。でこれしかも優れもんで、ワンタッチで外れようです。ワンタッチで外れるんですけど、ここを押さえな外れない。だからこうやってやった時は外れない。絶対に。リールの他にこういうバッグ、パッカンの中に、まあ今日使うバッグを入れとるんですね。こういうふうに。今日はこうボディーバッグでいこうかと。ですよね。いつもの。そうそう。ちゃうね。新しいやつ。新しいかっこいい色があったから取ってきたって。取ってきたって。なんか作っとったさかい取ってきたって。でこうやって軸ヘッドがこう2種類。今日はまあ愛媛ということやから、まあストリームヘッドがメインかなというところで、ゼログラム使うかなと思ってゼログラムちょっと入れてきて、あ外れとる。でゼログラムの場合はまあ全アイテムを使うんですね。サルパがおるという時に結構ゼログラムを使うことが多いんで。何がいるって言われます。あ、サルパって言って、ホヤの仲間みたいなもん、この辺今の時期絶対出てくるね。明かりによってくるこうクラゲ、カエルの卵みたいなクラゲ、ないそういうやつがおるんだね、ホヤの仲間で。でそれがもううわーって寄ってきおるから、それがあると沈まないんよね。で沈まないからみんな重いので沈めようとして釣るんやけど、意外と沈まないゼログラ使ったら釣れたりするんね。ちょっと逆転の発想なんやけど、そういうのを使わないかんかもわからんから持ってきた。まあ3つ今回持ってきたんやけど、どれ使うか分からへんね。もうプランクトンが多分メインやろうなと思うし、プランクトンとで、この色はちょっとプロトンの色です。それとエキヒメラですね。でこれもちょっとプロトンのこんな金ラメが入っとるんですけど、もう今の時期一番強いんちゃうかなと思って。まだ何もないまだ何もない、これからです。なんて言うんだろうな、うこんな色なのね、ちょっと金かかったような色。いろんなものをこうテストさせられるから、いろんなもの常に入ってるんですよ。させられるから。これもそうなんだ、ね、これは時々シラスを食うてる時があるのね。でシラスを食うてる時にちょっと強いように黒なんですよ。黒ラメ、クリアに黒ラメとちょっと赤ラメを散らばしてるんですけど、
これが効くんですよ。結構効くんです。こういうの多分効くはずです。だから今日ちょっとこれを試そうと思ってます。 A バームです。プランクトンのちょっとシラスパターンというやつですね。まあ、滅多にないんやけど結構シラスパターンの時に連れてくれます。こう皆さんこうガイドを通す時にそのフリーにして通されるんですけども、ちょっとこうドラグでドラグ緩めといて通せば楽なんで、そうやって通さはったらいいと思います。ラインが風でブワーッと膨らむことがないんで。よいしょ。着々と準備を進める矢部さん。あとはアジを釣るだけですね。じゃあちょっと明るいうちに調査しましょうか。釣れるんなら。まずはパイロットルアー的なジグヘッド、ストリームヘッドをセット。ワームは一体何を選ぶんでしょうか。さっきのプロトワーム使いましょう。はい、もうなんかテストせいって言われてるやつやから、キンキラキンの金ラメです。これですね。ストリームヘッドに小さな金ラメが入ったタープルのプロトカラーをセレクト。これでまずはアジを探っていきます。上見えへんからね。今は15から始めますわ。上にはいないかな。もっと下やろか。火が高いからな、まだ。矢部さん、いきなりヒット。アジっぽい、アジという魚みたいですわ。あら、あら、釣れてしまいました。えらいこと、一投目からですよ。ほら、ほら、うるさいな、来た、うるさいな、来た。ほら、一投目からプロトワーム最強ですね。めっちゃええ宣伝やん、これ。ええ味です、綺麗な味です。めっちゃ、ね、綺麗な味。形も、はい、最高です。綺麗な味、お見事です。上の方かな、上の方、浮いたかな。今もうそのままレンジキープしてるだけ、ジジッとしてるだけで釣れたから、今ちょっとあんまりタイトに入れん方がいいのかもからんな。今ちょっと木はギリギリに入れてみた。あ、なんか上にも泳いどるな。表層にも泳いどるぞ。アジですか。アジやと思うけどな。今もなんか触ったな。手前におるな。あ、触るけどな。なんやろな。あ、ちっこいねな。混じっとんねな、大きいやつとちっこいやつが。あ、触るけどな。なんやろな。時期的にはアジどういう時期になるんですか。今もう産卵が終わった時期だと思うんですよ。でこれからまあ回復期に入っていくかなというところなんだけど、大きいやつから産卵に入るんですよ。でだんだん小さいやつが産卵していくという形になってて、今も小さいやつが残り産卵してる状況じゃないかなというところなんやけど、南から産卵していくから、で南から順番に北へ上がっていって、で今瀬戸内のあたりが産卵期に入ってると思うね。でこの辺今宇和海やから、宇和海の方はもう大体産卵が終わってる状況なってるね。でそうなってくると、今の時期から本当に毎年恒例のサルパというものが浮いてきてしまって、非常に釣りづらくなってくるんですよ。でその時期が過ぎてサルパがおらんになってくると、またちょっと小さいアジが数釣れるようになってくるんですよね。で場所によって潮通しのいいとことか、そういうとこ行くと結構いい方のアジが釣れたりするんですよ。
で中の方は小さいアジになってくるというような感じになってるんですね。まあ、それがだいたいサイクルなんですね。この産卵後のアジって、うん、どうなんですか。結構活性的には、いっぺんね、沖抜けてしまうんよ。沖に出てしまいよるんよ。ほんでそれからちょっとしてからしか入ってこないから、はい、なんて言ったらいいかな、沿岸で荒食いするということはあんまり少ない。なんかそんな時期があるの。普通まあ産卵の後は荒食いするというのが普通なんやけど、それはあんまり顕著に現れてこない。ちょっと深いところ入れる。今あそうしたら怖い。結局ここにアジが居座る理由がないから、多分足が速いんやと思うよ。明かりでもつけばまた居座ってきよるんやろうけど、ただ明かりがつくとほんまにサルバが来るから。今ちょっと25ぐらいまで落としたんですけど、反応がないから動いたんやな、これ多分。どこへ動いたんやろ。上の方かな、上の方浮いたかな。矢部さんがやってるのはどういう今釣りなんですか。今は夜の釣りと同じ釣り方やで。だってベイトがおらへんから、だからそこにおるアジというのはみんなプランクトン食ってるわけやし、釣り方自体は何にも変えてない。そうレンジをずっとこう維持させてきてる。ただ風が吹いてきたりやんだりするから、それによってロッドの角度を変えてるだけで。で今表層から下までずっと探ってんだけど当たらない。下の方入れると小さななんかわからんやつが当たるという状況で動いてしもたかな。一瞬おったけど抜けたということなのかな。本当当たらんなってしまったの。どうやらアジはまだ本調子ではない様子。常夜灯がつくまで待ちます。午後7時30分ようやく常夜灯もつき、アジング再開です。まあ夕方釣れたし、もう今日はええかな思ってんだけど。まだ一匹です。明るいうちに釣れたらそれでええっていう話しちごた。これからですね。これからちょっと本格的なアジングをやりたいと思います。で、まあ基本通り上からちょっとやっていきたいなと思います。まあ明かりが切ってくるまでやっぱり最低でも 3、40分はかかるんで。でまあ、その間はしばらく待ってなしゃあないかなと思います。まだ明暗もできてないん で今の状況で潮がゆっくり干潮から今上げに入ったとこなんですね。でゆっくり潮が右から左、表層だけですね、水面下だいたい 2、3 メートルだけは右から左動いてます。でそこから沈めると止まってしまいます。 上潮だけ動いてるという状況ですね。でまあその動いてるところにおるんじゃなかろうかと思って、そのラインをずっと攻めてます。そこからちょっと落としてしまうと止まってしまうんで、そこをどう釣るかというところなんですね。でその潮もなかなかね、でとりあえずこまめにレンジといいますか、その深さを変えて魚のいる層を探っていくということがものすごく大事になってきます。まあ入ってきてるか来てないかわからないんで、それを順番に繰り返すだけなんですね今は。で今 0.8g を使ってるんですけれども、まあ、状況によりもうちょっと重いものを使った方がいいのか、とりあえずパイロット的に 0.8g で今ずっとやってるわけですね。アジがどのレンジで回遊してくるのかわからないため、キャストごとにレンジカウントを変え、アジのいる層を探ります。当たりがあればそのレンジを重点的に攻めることで効率的にアジを釣ることができるんです。何にもない海でこうやってるのも寂しいもんやで。なんか触ってくれたらいいけど、何一つ触りおらへん。全く何一つ触らないという、もう気持ちいいぐらい。何一つ触ってくれない。豆が釣れた。豆か念仏やな、これ。この引きは念仏か合詞か。
念仏くんやな、重いだけ。念仏くんが口開けて来とるんです。ほら念仏くんです。この人が下にはいます。そしてサルパターで豆やね。うわ念仏やった、念仏やった。あれメバルか、メバルや。あこれがいるということはアジがいないということですねまあ魚いないですねアジは入ってきてないですね。ちょっと移動しましょうか。今回のアジングへ行こうは愛媛県宇和島が舞台。産卵後のアジは気難しく口を使いにくい状況に苦戦中の矢部さん。アジングだけでなく愛媛県のグルメも紹介する後半は一体どんなことが起きるのでしょうか。お楽しみに。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。